リサちゃんさっき聞いたらオノフ歴12年。顔いいよねオノフのね、うん、フェイス面が手のひらっぽい感覚、ほんと感覚だよね。そう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 、いや事件この線あるじゃん、うん、この線の何か意味とかあるの？いや、この溝がね、この飛びのね、マル秘ポイントらしいです。へえ。なんか初めて見る、そんな上に溝があるクラブ。そう、私も初めて。でもね、意外と気になんない。気になんない。うん、ナイス、完璧。黄色い旗狙った。狙った。ニアピン。頑張ります。みんなにコメントよくもらいます。あ、そう、リサちゃんに言われて、最初に通り過ぎて言ってるからダメよ。通り過ぎたらダメ。いい。お、止まった元気出てた。本当？超フェードや。48度。うん、48度。90ヤード。まあ、ぴったり。なんか今回ね、うん、このアイアンは、うん、かわいいシャフトが。そうなの。でね、ここをね、5色ぐらいの、4色だっけ、うんうん、緑とかね。そうそうそう、あって、紫とか。そう、何パターンもできる、うんうん、グリップとここも合わせることできるし、すごいね、女子にはね。いや、でもそうだね、メンズクラブってそういうのあんまできないからね、女子はいいかも、ね、女子はいい。でだいぶ前回の モデルよりもね、うん、ここがね、構えた時に見えなくなった。前はね、ここが見えてたの。あー、このね、裏。そう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 、こうやって構えると裏が見えて、うんうん、私的にはちょっとあれだったんだけど、うん、今のは全然見えないから、うん、違和感なしで。違和感です。おー、おー、パター持ってきます。残すってやっぱ大事だなと思う、ゴルフで。うん、いけ。あ、ナイス、ね、ナイス。はい、はい、はい。で、今日のファッションチェック。はい、リサちゃん今日なんか初めて見た、私、紫。そう、紫。最近なんかね、ちょっとこう年を召すごとにね、うんうん、なんかこういうカーキとか紫をちょっと上に取り入れるようになりました。最新？これはでも去年かな、去年の逆場に。うーん、そう、パーリー、これはパーリー、ね、紫あったから、これちょっと入れたいなみたいな、うん、バッチリ、うん、で、暑いんですよね。そうなんです、暑いので、ちょっと間もなくもじもじくんになるかと思います。ちょっとこの下黒なんで、黒黒黒ちょっと交互期待な感じで。交互期待。私はね、はい、ハマーサにジュンロベのベストにユニクロ、うん、これユニクロ、うん、ユニクロ2000円ぐらい多分。わからない。嘘、うん、冬は超使う。そうだね、はい、ちなみにこれはどこの、うん、ユニクロ。これもユニクロです。お、これあれでしょ。そう、ヒートテック。そう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 、これはね、いいかなり使えます。そう、毎年で色もさ、ネイビーグレー、そうそう、グレーコーンのいい、なんかこ う使い回しのいい、よって足が太い。これはそうそうそう、かわいい。これめちゃめちゃかわいいと思う。でもスパイクレスなんだ。あ、そうなの。スパイクレス履かないよね、リサちゃん。なんかね、履いたことない。今度ちょっとトライしてみる、うん、見るの。かわいい。以上、いい、今日のファッションチェックでした。バンカーショットは実践で覚えるもの、入ったら練習できるとプラスに捉えよう。おってことはバンカーが多いのかな。すぐバンカー、ここすぐバンカー、そこにもうすぐバンカー。ここはどこ狙っていくの、リサちゃん。これは、そうだね、
ちょうどあの黄色い旗ぐらいにこう出玉が出てって、うん、フェアウェイ残ればいいかなって感じ。出玉が黄色？うん、黄色い旗、うん、お、出玉黄色です。ナイスショー。ありがとうございます。わー、こすったし突っ込んだ。なんか、いや、超えてる超えてる。よかった。全然超えてる。だいぶ下に入った。出ました。ガラスまでかけて。真っ黒。なんかさ、ゴルゴ13みたいなくらい。でも似合うよ、その形。本当？うん。狙い撃ち。何番？これは7番ウッドです。はい。170ヤードって出てました。でもなんかもっと歩く気がする。うまい。いいねー。ドン。おお、全然短い。短い。バンカーは練習できるって思うんですね。心得だから、心得のバンカーに入れてます。ピッ。ここ。そう。よし。右向いて何のか。そこ向いてた今。嘘。うん。右向いてないって思ってこっち向いたらこっち向いてた。うん、もうそこまっすぐ向いてた。本当だ。難しいな、うん、こらバンカーを心得るぐらいのバンカーですね。何度で打つの？これ58で、うん、まあ、本当は56度。うまっ、完璧。ちょっと弱い？いや、完璧。山の上に落ちて横に。ウェッジの構えやすさとかってある？オノフの。ある。あるんだ。めちゃくちゃ好き、私は。へー、まあ、好き好みだけど。なんか開いた感じとかも。そう、開きやすい。へー、なんかなんだろう、もう本当手のひらっぽい感覚。フェイス面が、フェイス面が手のひらっぽい感覚、うんうん、もうほんと感覚だよね。それこそ新しい感覚です。なんかさ、開いても開いてもさ、開かないウェッジとかない？ある、立ってるように見える。そう、常にそれがね、ないんだよね。おー、あーとー、お、ちょっとショート、ショートだし山の上だし下りを残してしまった。この見た目やだ。ちょっと左の圧迫感がすごい。ナイス。全然嫌いそうじゃない振り抜きだったよ。よいしょ。ナイス。だいぶ右だね。大丈夫か？オッケー。カットに入れていく感じ。超カットに入れていく感じ。カットにね、うん、でも目標はピンだからね。はい、左向いてカット。結構重心低く取っていい。はい、うん、開いて、クラブ開く。そう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 。いや事件事件。でもなんか今事件上がった。でも打ち方はめっちゃ良かった。めっちゃ良かったよね。やだ。
バーグル。うまい、ナイスパー。はい。しっかりいったね今。お、出た。噂の球。噂の球。この黒いヘッドがシルバーになるんじゃないかっていうぐらい。内側このすり減ってるよね。うん、すごいよこれ。やっぱさ、どれもそうだけどさ、そのフェイス面がさ開きすぎたりとかしてないよ。うん、そんななんか、そうキューバーウッドって結構なんかもさ、もっとそうこんななってるイメージじゃん。うん。でもこれフェイスが黒いから余計そう見えないのかもしれない。あ、ここのね。フェイスが黒くて線だけ白いから。もう結構手放せない系。手放せない系。何年、うん、何年もの？いやもうね、5、6年。うん。心の心得。心の心得は、青木流攻略心得。ピンフラッグばかり見ていると自身にプレッシャーをかけるだけである。つまり、うん、グリーンセンターを狙えって話じゃない。うん、あのピンを狙うとバンカーに出たり、うん、視野を広く取れてるよね。うん、わあ、いいね。おお、ぴったり、ナイスショー。ありがとうございます。これは嬉しい。やっぱいいわ、オノフ。オノフいい。やっぱいい。音いいね。うん。なんかまたレディースと音が違う。違うよね。うん。メンズの音はちょっとやっぱ低いというか、ミシッというか、ミシッというか。オッケー、ナイスー、やった。お、だいぶ違う、だいぶ違う、だいぶ切れそうで切れなくて、切れなくなっ、うわー、上りだから狙ってて、きた、あー、そっち切れんのかい、そっちに切れるの、しかもYouTube のチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さらにコメントもね、はい、読んでるよね、読んでる、どしどしください、バイバーイ、またねー、すごいしっかりしてる、なんかこだわってて、あの、うん、しなりとかトルクのこの、なんか、うん、トルクってのがかかる、うん